トルビョルン・ベリマンは、スウェーデンの科学者、鉱物学者である。科学的神話性の当時としては、最大の表が掲載された1775年に、出版したディサーテーション・オン・エレクティブ・アトラクションズの著者として知られる。科学種にアルファベットをつけた科学者である。カッテリーンバーグに生まれた。ウプサラ大学で学び、1758年に、博士号を得た。 物理学と数学の講師を務めた後、科学の教授となった。定量分析の発展に貢献し、科学的性質と外観による鉱物の分類の手法を発展させた。金属、特にビスマスとニッケルの研究で知られる。1771年にジョセフ・プリーストリーに4年遅れて人工的な炭酸水を作る方法を発明した。 白亜に硫酸を反応させることによって炭酸水を作成した。有名な科学者となったカール・ビルヘルム・シェーレに財政的支援を与えたことでも知られ、シェーレがベリマンの最大の発見であったと言われることもある。1764年にスウェーデン科学アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。